宮城学院中学校、高等学校は、宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9丁目にある、私立中学校、高等学校。通称は、休学もしくは、MG。押川正義が創設したキリスト教系の学校である。同一式地内には、系列校の宮城学院女子大学と宮城学院女子、大学附属幼稚園がある。また、東北学院とは創設者が、 同じことから姉妹校の関係にある。アメリカ合衆国の改革派協会宣教師、W.E. 法医と押川正義をはじめとする日本人キリスト者たちによって宮城女学校創立。初代校長にエリザベス・アール・プール坊が就任した。女性の社会的地位が低く、その高等教育機関がほとんどなかった当時、宮城女学校は、 キリスト教に基づく女子の高等教育を行う学校として現在の東二番町において授業を開始した。現在の校地は仙台市の郊外に位置する桜川丘団地から都市計画道路北四番手大平線を挟んで東側の緑地にあるが、かつての校舎は仙台市の中心部の旧東北学院中学校、高等学校の隣に位置したため、交通支弁であった。 しかし、生徒数の増加に伴い旧高地が手狭になったため、1980年に広大な敷地を持つ、現在の桜ヶ丘9丁目に移転することになった。移転して30年以上経った現在、かつての高地は再開発されて、仙台国際ホテルと住友生命仙台中央ビルになっており、当時の面影を感じさせるものは何一つなくなってしまったが、 かつて本校があったという石踏みが設置されている。中学校からは一部を除き、ほぼ全員が同高等学校に進学するため、中学からは事実上、中高一貫教育となる。高等学校卒業後は一部を除きほぼ全員が進学する。また、クラス名は花の名前である。中学校も高等学校も基本は紺のブレザーに白の丸襟ブラウス。中学校は、 演じのネクタイ、高等学校は、紺の細いリボンで、紺のボックスプリーツスカート。これが式典児等の第一清掃である。ニットセーターとニットベストがある。色は、中学校は、演じ、高等学校は、ロイヤルブルーで左胸に大きく、MG と入っている。式典がない時は、このセーターやベストで歩いている学生が多い。 当期の指定コートは長くツイードのものを使用していたが2008年度から新しくなり、色はチャコールグレーとなりデザインも一新された。2013年度からは解禁タイプの柿用ブラウスが導入された。通学の便を良くするため、学校周辺の4方面にスクールバスを登下校の時間帯に運行している。ありがとうございます。